どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年の8月4日、木曜日ですね。はい、現在の時刻は朝の6時28分でございます。はい、超どうでもいい話なんだけど、今日から朝ね、はい、飲むコーヒーをホットからね、ちょっとアイスに変えました。マジでどうでもいい話なんだけど、はい、まあ、なんとなく、うん、はい、普段はね、ここずっと最近暑かったりはしたんだけど、朝はなんとなくね、ホットのコーヒーを飲んでたんだけど、今日はなんとなくアイスにしてみました。はい、なんかね、親とかがね、飲んでるの見て、いや、うまそうだなと思って、うん、まあ、普段なんとなしに、こう、ホットを入れて、ホット飲んでるんですけど、今日はなんとなく朝、アイスを入れてみました。はい。まあ、どうでもいいですね。はい。ちなみに私は、ブラックコーヒーは飲めないので、ミルクと砂糖を入れて飲んでおります。はい。そう、ブラックコーヒー飲めないんだよね。これ言ったことないかもしんないね、意外と。うん。あるかな?なんかね、うん。ブラックコーヒー飲めないんですよ。私、基本苦いものがね、苦手なので、うん。お茶?ね。抹茶とか、実は抹茶はね、めっちゃ好きで、うん。普通のアイスとかの抹茶味とかも好きだし、いわゆる本当の抹茶を飲むのも好きなんだけど、お茶のね、まあ、苦味というか渋みは平気なんだけど、本当に苦い食べ物、ピーマンとかさ、ゴーヤもそうなのかな、うん、とか、あとはコーヒーの苦味っていうのはちょっと苦手なんだよね。うん。ね。はい。まあなんかね、ピーマン嫌いだとかね、ブラックコーヒー飲めないって言うとね、結構バカにされることが多いんですけど、はい。私は食べれませんし、飲めません。はい。ということで、まあちょっと朝のね、しょっぱなからどうでもいい話題でしたけど、皆さん天気大丈夫?ね、天気、まあちょっとまた朝から天気の話しますけど、昨日ですね、私の住んでいる青森県の地域、青森全体に関してなんですけど、めちゃくちゃ雨すごくてですね、もうスマホに通知が鳴り止まないという事態になりました。はい。で、何の通知かっていうと、いわゆる、なんだ、災害アラートみたいなやつ。うん。とか、あとは私、Yahoo の防災アプリだったかな?入れてるんですけど、もうその通知が鳴り止まなくて。うん。もうとにかくね、避難指示が出ましたとか、どこどこの川で、氾濫が起きたので、今すぐ避難してくださいみたいな通知がね、もう全然鳴り止まなくて、ずっと鳴ってましたね、昨日は。うん。まあ、昨日午後はね、病院に行ったりしてたんで、常に確認してたわけではないですけど、うん。もうずっと鳴ってて、もうさすがにちょっとしつこいなとか思ったりしたけど、まあね、うん。まあ、しょうがないとは思いつつも、はい。私が病院に行った午後の時は、まあ、土砂降りではなくなって、てましたね。うん。さすがに朝ほどではなかった。朝は本当にすごかったんだよ、昨日。うん、もう昨日のね、朝の配信でも言ったけど、もうズワーッ雨降って、ゴロゴロピッカーンみたいな雷も降ってるしさね、本当にね、天気悪かったんだけど、まあね、午前中のそのひどい状態から、まあ、少しね、時間が経って、午後は少し落ち着いてはいたんだけど、うん。で、病院を出る頃にはもうなんか雨も少しね、止んでたりとかしてて、うん。まあ、降ってるとしてもちょっとパラパラっと降ってるぐらいでね、だいぶなんか落ち着いたなっていう感じなんですけど、で、もう一日経った今日の朝はですね、もう若干もう日が見えてるぐらい、まあ、曇ってはいるんですけど、私の住んでるところは。うん。ただ朝のニュース見たところ、なんか、青森県全体としては晴れがなんか出てる、晴れマークがついていたので、本当、まあ、1日2日ぐらい、2日も経ってないかな、1日ぐらいの、うん、激しい
まあ、嵐だったのかなと思います。はい。で、そんな嵐なんですけど、なんか、なんだっけな、なんとか前線だっけ？なんとか停滞前線って言うんだっけな。ちょっと忘れたんだけど、が、来てたというか、だったらしくて、でそれがなんかね、今、南の方に、その前線が南の方に行ってるかわかんないけど、その、昨日青森で、その豪雨をもたらした、その雲というか、が、なんか南に今今度ね、行ってるらしくて、関東及び新潟のところで、今ものすごい雨が降ってるとかっていうね、ニュースも見ました。はい。なので、まあ関東の方にお住まいの方、新潟にお住まいの方大丈夫かなっていう、うん、ちょっと心配なんですけどね。なんか昨日、その青森にめちゃくちゃ雨降ってた時は、関東の方、まあ、むしろ、もう、めっちゃ晴れてたみたいなね。うん。まあ、私は青森に住んでて、父親がね、単身赴任っていうのかな？うん。してるんですけど、関東の方に。うん。なんだけど、もう、青森のね、私の住んでるとこ、土砂降りで大変だって時にさ、私の父親は、天気が良かったからか、テニスに出かけてきますとかって言ってて。うん。ね。片や大雨降ってる地域で、雷降ったりして大変な思いしてんのに、片やテニスに行ってるみたいな、うん、状態だったらしくて、まあ、それぐらいね、天気の差が激しかったっぽいんだけど、今度は逆に青森がね、天気良くなって回復して、関東やら、まあ、新潟方面が、まあ、天気が悪い状態になってるって聞きました。はい。なので、ね、大丈夫かなって感じですよね。うん。青森も私の住んでるところはそんなに大した被害はないと思うんだけど、まあ、地域によってはなんか土砂災害で、ね、なんかいろいろ流されたりとか、木が倒れたりとかっていうのもあったから、ね、大丈夫かなっていう気もしてますけど、うん。8月の、来週末かな ?13、14あたりに、私、家族で、まあ、お墓参りというか、お盆ですので、お墓参りだったりとかに行く予定があるので、ね、道路が、なんかその、被害で、なんか通行止めとかになってなければいいな、とは思うんですけどね。うん。はい。あとね、新潟に関しては、私、新潟に、大学時代ね、住んでたことがあるので、まあ、そういうね、新潟のなんかつながりというか、ちょっと新潟に馴染みが私はありますので、うん、今、新潟がなんか大雨でね、結構大変っていうのも聞いて、ちょっと心配ではありますね。はい。うん。というわけで、なんか天気がね、まあ、昨日から、まあ、青森は悪くて、で、今日は晴れてると。で、逆に関東の方、および新潟方面は、まあ、昨日天気良かったけど、今日が悪いみたいな感じらしいね。うん。はい。なんか太平洋のね、方にこう流れていけばよかったのに、なんか南下したらしいよね。雲というか。うん。まあ、関東とか新潟の方から、さらに南下して、まあ、関西とかの方にも行くのかな？どうなんだろうね。うん。まあ行かないに越したことはないと思うけど。はい。まあそんな感じで、まあ天気が悪い日が続きますんで、まあ、なるべくね、川とか海とかね、天気悪い日は近づかない方がいいとは思いますけど。うん。ね。なんか野獣馬じゃないけど、なんか、氾濫してるよって見に行ってみようとかそういうことをやらない。絶対にね、やらないでくださいね。うん。まあ、あまりないと思うけど、あまりないとは思うけど、まあ、そういうことはしないようにね。はい。って感じでございます。はい。あとはそうだね。あ、そうだ。今日のメイントークの内容とは、まあ、あまり関係ないんですけど、今日8月4日じゃないですか。ね。2022年8月4日ですけど、今日から、かけ狂いの新しいシリーズが始まりますよね。かけ狂いの、これなんて言うんだろうね、二重ツイン、これなんて言うんだろう、かけ狂い、まあ英語だとツインって書いてあるけど、これ、あ、ツインでいいのかな、うん、
双子の、あの、ふたっていう漢字が書いてあって、まあ、ツインでいいのかな。うん。ネットフリックスで、まあ、全世界独占配信となっております。今日からスタートですね。はい。まあ、私、一応、ネットフリックスで駆け狂いシリーズは全部見てますので、はい。まあ、一応見ようかなとは思うんですけど、あの、駆け狂いってさ、ね、まあ、今期入ってるアニメで、妖術、ようこそ実力至上主義の教室へだっけ？ね。っていう作品があって、まあ、その作品の紹介をした時に言ったんだけど、私あんまりね、なんていうの、頭を使う作品、こういうゲーム、なんかライアーゲームとかさ、ライアーゲームはちょっと別なんだけど、あの、ま、掛け狂いとか、ま、妖術みたいな、あの、ま、作品の中でゲームをやるタイプの作品、頭使うタイプの作品ってのあんまり得意じゃないんだよね。あの、ま、ルール、なんかね、もう分かってるルールだったらまだいいんだけど、あの、ま、その作品内で行われる独自のゲームのルールがあったりすると、あの、アニメってこう、自分のテンポじゃなくて、そのアニメのテンポでどんどん進んでいっちゃうから、ルールが分かる前、理解できる前に、こうどんどんね、話が進んでいっちゃうんだよね。うん。それもあってね、こう全然話が理解できずに、物語が展開していくから、まあ、ちょっと苦手ではあるんだけど、うん。まあ、掛け狂いはね、なんだろう。まあ、そういった頭使う、なんか作品で、まあ、そういったゲームの、なんか、裏切られみたいな、まさにライアーゲームみたいな感じなんだけど、まあそういったところも面白いんだけど、個人的には、顔芸。うん、私個人的に掛け狂いの面白いところは顔芸だと思ってるんで、うん。ね、性格がね、急にこう、ガラッと変わったりとかさ、ね、敵を負かした時にとんでもないドヤ顔みたいな。うん、で、負けた時はもう鼻水垂らして涙垂らしてみたいな、ドゥワーみたいなさ。うん、そういった、まあ、なんだろう、まあ、賭け事をやる人間の、なんか、真の姿がね、さらけ出されるシーンが、個人的には見どころだと思うので、はい。まあ、あまりそのゲームの内容がどうこうとか、ね、は、まあ、私はあんまり気にしてはいないです。うん。ね。なので、まあ私みたいにあんまりそういう頭使う作品、うん、があんまり得意じゃないっていう人多分いると思うんだよね。うん。なんか、普段からまあお仕事でね、頭使って疲れてんのにさ、アニメでもなんか頭使って、こいつが、この人と手を組んで、みたいな。で、この人を裏切って、みたいな。でも実はその二重スパイで、みたいな、なんかさ、あるじゃん、そういうの。それがね、全然ついていけないんだよね、理解が。は？え？ふ？みたいな。そうそう。っていうことがあるので、まあまあ、楽しみ方は人それぞれだと思うんでね。はい。まあ、掛け狂い、ツイン。今日からね、全世界独占配信となってますので。うん。はい。まあ、ネットフリックスだけですけどね。はい。ネットフリックス契約してる方は、ぜひね、見てみてください。私も、まあ、今日から見れるかはわかんないけど。あ、ちょっと待って。まだ続いてんのか。防災速報、また来ましたね。近くの川が、なんだ、氾濫警戒情報。まだ来てんだね。うん。そうそう。今、たった今来ました。はい。まあいいや。まあ、とりあえず、ネットフリーでね、掛け狂いが、まあ、今日から配信されますので、ぜひチェックしてみてください。はい。というわけで、まあ、ちょっと朝からね、私のどうでもいいコーヒーのお話だったり、まあ、天気はどうでもよくないんだけど、天気のお話だったり、掛け狂いのね、お話ししてきたんですけど、今日のメインはですね、コラボ配信に関する、ちょっと連絡というか、お知らせをさせてもらいます。はい。まあ、前々からね、このクドラジで、8月中に、コラボって言っていいのかな？うん、コラボっていうほどのものでもないんだけど、まあ、コラボか、うん、の配信をやります。っていう風に言ってました。はい。まあ、きっかけはね、まあ、私が、いつだったっけな、もう2週間ぐらい前になるのかな、2週間、3週間ぐらい前にやっとある配信をやった時に、
あの、はっきりと言ったわけじゃないんだけど、その配信の、まあ、いろんな、あの、トーク、テーマじゃない、トークのネタがある中で一つに、私がね、そのコラボを やりたいみたいな、なんか誰かと一緒に喋りたいみたいな話をしたんですよ。うん。で、それをたまたま聞いてくれた、その今回のコラボ相手の方が、あの、ツイッターでね、DM くれて、で、今回、まあ、コラボすることに至ったということでございます。はい。で、その日程がね、はい、確定しています。はい、確定して、で、その相手の方にもね、宣伝していいと、はい、許可をいただいておりますので、今回、はい、そのコラボのね、配信の、まあ、日程だったりとか、その相手のことをね、ちょっとご紹介していこうと思います。はい。じゃあ先にですね、コラボ相手の方、今回一緒にお話しする方について、先に紹介しておこうかな。はい。今回ですね、私、工藤が、まあ、工藤ラジと、まあ、相手の方もね、ポッドキャスト番組やられている方なんですよ。うん。全くの素人っていうわけではなくて、ポッドキャストの番組を、ご自身でやられている方でございます。はい。で、その番組名がですね、ポポ犬。イントネーション合ってるかな？ポポ犬。っていうね、ポッドキャストの番組になります。はい。でですね、このポポ犬はですね、私は普段 Spotify で聞いたりしてたりするんですけど、ですね、男性の方2人でやられているポッドキャスト番組になります。はい。ポポクリームさんと、生春巻き犬さんっていうね、男性の方2人でやられている、ポポ犬っていう番組でございます。はい。で、今回私が、コラボというか、まあ、一緒にお話しさせてもらう方はですね、このポポ犬の、ポポクリームさんの方になります。はい。3人でやるわけではなくて、今回2人で私、工藤と、ポポ犬のポポクリームさんの二人で、やります。はい。まあ、さっき言ったね、私が、その仲間を募るっていうか、まあ、仲間募る配信はね、また別途やるんですけど、うん。前に話したその、配信を聞いてくれたらしくて、ポポ犬のそのポポさんがね、私はそのポポクリームさんのことポポさんって言ってるんですけど、はい、ポポさんが、その配信を聞いてくれたらしくて、DM、ツイッターの DM をくれて、で、まあ、今回ね、コラボすることになりました。はい。で、ポポ犬の番組について、まあ、軽くご紹介しておくと、まあ、いわゆる、オタクトークを繰り広げる、はい、ポッドキャスト番組ですね。まあ、私もね、このクドラジのメイントークテーマは、ね、アニメが多いかなと。うん。アニメだったり、ゲーム、音楽、うん。まあ、アニソンとか、ね、漫画とか、うん。まあ、そういったテーマが多かったりするんですけど、このポポ犬は、もう、主に、本当にもう、アニメ、ゲーム、かな、うん。が、多いですね。一応ね、番組の、概要欄というか、説明欄見ておくと、普段オタクコンテンツについて語る場所を持たない二人、ポポクリームと生春巻き犬が日頃のストレスを発散すべく好きなものについて語りまくるラジオ番組です。批評や考察とは程遠い緩い内容でお届けしますというふうに書かれております。はい。まあ、なので本当にまあ私のね、このクドラジと、まあちょっと類似する点がね、結構多いなと。うん。まあ私もね、ポポ犬さんのポッドキャスト配信は、いくつか、まあ、全部ではないんですけど、はい、まあ、最初の方とか、最近の配信とかは、はい、聞かせていただいております。はい。最近はね、なんか、ポポさん、ソロでね、配信したりなんかもしているみたいで、最近だと、あれですね、夏アニメのね、話。まあ、私も、2022年夏アニメのね、配信されたやつ、第1話を見たアニメ、うん、話したりしてますけど、で、ポポさんも、メイドインアビスとか、はい、リコリス・リコイルとか、まあ、見て、
その感想をね、お話ししたりとかしてますんで、はい。このね、クドラジの配信の概要欄に、ポポ犬の Spotify の、リンク貼っておくんで、よければね、はい、チェックしてみてください。はい。というわけで、今回私、ポポ犬、ポッドキャスト番組ポポ犬の、パーソナリティ、ポポクリームさんと、コラボいたします。はい。で、そうだね。じゃあ次、日程についてなんですけど、日程ね。いつやるのかっていう話です。で、日程はですね、ちょうど、1週間後、8月の11日、山の日でございます。はい。山の日、祝日ですね。はい。ちょうど1週間後、今日8月4日の木曜日なんですけど、来週の8月11日の木曜日、山の日の午前10時からやります。はい。午前10時でございます。はい。まあ最初ね、日程どうやって組もうかっていう話をね、二人でしてたんですけど、はい。あ、ちなみにね、まあ、今回そのポポさんと私、まあ、おしゃべりさせてもらうんですけど、なんていうの、初めてではないです。この前ね、その、今回のそのコラボの配信をやるにあたって、二人で、まあ、ズームで打ち合わせ、うん、したんで、全くの初対面というわけではないです。まあ、その、この前のやった打ち合わせは本当に初対面。うん。まあ、ツイッターの DM で文章のやり取りをやってたけど、打ち合わせのズームっていうのは本当に、あ、はじめまして、みたいな。うん。本当の初対面はその時の打ち合わせが初対面って感じですね。うん。で、来週の8月11日山の日の10時から行う、ツイッターのスペースでやります。はい。うん。11日にそのポッドキャストのなんていうの、番組じゃない、エピソードを公開するとかっていうわけじゃなくて、ツイッターのスペースで、ポポさんと、おしゃべりします。はい。なので、ライブ配信みたいな感じになります。うん。はい。まあ、収録して、それを編集して、エピソードを公開するっていう形ではなく、もう本当に、8月11日の、午前10時、午前ね、夜じゃなくて、午前、昼間の10時から、ポポさんとツイッターのスペースを使っておしゃべりやります。はい。まあね、ズームの打ち合わせで、まあ、どうやって、やるか、どうやっておしゃべりをみんなに聞いてもらおうかなとか、まあ、いつやるのかみたいな話もね、はい、いろいろ打ち合わせさせてもらったんですけど、まあ、結果的に山の日にやろうとなりました。はい。まあ、8月中ね、私、夏休みなんで、まあ、基本いつでもいいっちゃいいんですけど、まあ、ポポさんもね、お仕事があったりするとのことなんで、まあ、いつがいいかなと。うん。で、かつ、まあ、ツイッターのスペースで、やることになるので、なるべく皆さんが、まあ、聞きやすい時間帯がいいかなと、うん、思って、まあ、時間もね、ちょっと考えて10時ぐらい、うん、にしました。はい。まあ、できれば夜の方がいいのかもしれないけどね。うん。夜の方が、まあ、平日とかでもね、夜であれば、まあ、仕事終わりとか、うん、夜寝る前とかにね、はい、聞いてもらったりすることも、まあ、できるかなとも思ったんですけど、これはね、完全に私の都合の問題で、ポポさんはそこまでじゃないんだけど、ポポさんはむしろ夜でもいいっていうふうにも言ってたんだけど、私がですね、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、私、夜寝るのめっちゃ早いので、うん、8時半とか9時ぐらいにはね、9時前ぐらいにはもう、お布団に、もう、入っているので、ちょっとね、なかなか夜に配信っていうのはちょっと厳しいものがあると。うん。あと、私の、経験上、夜はですね、私、言葉が出てこないんですよね。もう脳みそがね、
もう疲れ切って、もう睡眠状態に、半睡眠状態になっちゃってて、頭がね、全然働かなくなるので、なるべくであればね、夜おしゃべりするのは避けたいなと、うん、思いまして、午前の、まあ、10時からとさせてもらいました。はい。まあ、山の日って祝日なんで、意外と皆さん暇してるんで、暇、こんなこと言うとあれだけどね、暇って言うとあれだけど、まあ、時間空いてるんじゃないかなと思って、はい、午前の10時にさせてもらいました。うん。はい。で、今回のそのスペースの音声に関しては、ツイッターのスペース上で、まあ、録音、はい、して、まあ、ツイッターのスペースって録音機能があるんだけど、録音して、30日間、配信から30日間はツイッター上で聞けるようにしようかなと思っております。はい。30日間ね。うん。で、まあ、それ以降は、まあ、ツイッターのツイッターで上では、まあ、聞けなくなってしまうんですけど、その、ツイッターのスペースの音源というか、音声データっていうのは、まあ、ツイッターに問い合わせることでダウンロードすることができますので、まあ、それをね、まあ、私だったり、ポポさんで、まあ、編集したりとか、うん、まあ、BGM つけたりして、まあ、それぞれのポッドキャストの番組で、まあ、アーカイブみたいな形で、うん、配信するのも、まあ、ありかなとも思ってますんで、はい。まあ、永遠に、その30日経ったらもう永遠に聞けなくなるってことはないとは思います。はい。うん。です。はい。そう。スペースなんでね、ちょっと BGM とかは、まあ、ちょっとつけられないんですけどね。うん。ちょっとそこは、まあ、ご了承いただけるといいかなと思います。本当にだから、ポポさんと私の声だけでお届けする形になると思います。はい。もう本当にね、私も、ツイッターのスペースね、まあ、何回か使って、うん、まあ、1週間に、2週間くらい前か、まではね、スペースで朝から、はい、まあ、ライブ配信というか、うん、なんていうのかな、収録しながらライブ配信するみたいなことをね、やってたんですけど、まあ、今はね、もうやめちゃったんですけど、うん、何回かそのツイッターのスペースを利用したことはあるので、うん、まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、まあ、何分ね、一人でやるわけじゃなくて、うん、まあ、誰かと一緒にやるスペースは、ちょっと私もね、初めてなので、まあ、いろいろとちょっとね、至らない点とか、なんかうまくいかない部分もあるかなとは思うんですけど、まあ、そういう、なんだろう、まあ、テストって言うとあれ、ちょっとポポさんに失礼ですけど、うん、まあ、ポポさんはね、聞いたところによると、ライブ配信、というか、ライブで本当になんかおしゃべりしたりするの、初めてらしいので、はい。うん、まあ、私はライブ配信自体は、ね、初めてではないんだけど、私はまあコラボの配信、コラボ自体も初めてではないか、厳密に言うとね。うん。はい、まあ、2回目ぐらいかな。うん。まあ、ライブ配信は慣れてはいますけど、スペースで誰かとやるっていうのはちょっと初めてなんで、お互いになんか、ね、まだまだ、なんか分からないこと、知らないこともたくさんあるかなとは思うんですけど、はい。まあ、今回は初めて、ね、スペースで、ポポさんと二人でやるので、まあ、そういうのもね、加味して聞いてくれると、ま、いいかなと思います。はい。まあ、その当日のね、ポポさんとのスペースで、ま、いろいろお話しする予定ではあるんですけど、今んとこね、そのポポさんと、今回のその11日のスペース以外にもね、なんか、他の、時間というか場も設けてなんかまたおしゃべりしましょうみたいな話も上がってはいるので、8月11日のコラボでそれでおしまいってことは多分ないんじゃないかなとは思いますけどね。うん、はい。まあ、今まだ何にも決まってないので今のところまだお伝えできることはないんですけど、とりあえず8月の11日の10時から、ポポさんとスペースでお話しします。はい。で、あ、そのトークテーマ。うん。で、トークテーマ悩んだんですよ、めちゃくちゃ。二人でね。何話すると。うん。さすがにね、こう、何にもトークテーマないと、あれかなと。うん。まあ、私はそれでもいいかなと、実は思ったりもするんですけど。うん。まあ、そういった、なんか、特にテーマも決めず、喋るのも面白いかなとも思うんだけど、まあ、一応何か、うん、決めようということで、まあ、二人ともね、その、
コドラジもね、そうだし、ポポさんのやってるポポ犬もそうなんですけど、ね、まあ、アニメの話題がやっぱり共通の話題として、やっぱ、あるのかなということで、まあ、アニメの話をしようと最初ね、言ってたんだけど、うん。まあ、アニメの話してもいいんだけど、いいんだけど、まずとりあえず、なんていうの、二人のことをまあ知ってもらう、そしてお互いに知るっていう意味で、まあ、アニメのね、話題を しないわけではないと思うんだけどね。それこそなんか、好きなアニメこれこれこうでとか、この声優さん好きでとか、最近見てるアニメはこれでとか、まあ、そういう話もあるとは思うんだけど、私もね、まだそのポポさんと、知り合ってまだ2週間ぐらいか。ね、ツイッターの DM やり取りし始めて2週間ぐらいで、で、打ち合わせの時にね、もう2時間くらい。そう、打ち合わせね、2時間くらい話したんですけど、ね、もう、初っ端の、初対面のね、打ち合わせで2時間もやるものではないとは思うんだけど、まあ、ついついね、なんか、はい、2時間も話し込んでしまったんですけど、まあ、それでもやっぱり、まだね、お互いに、わからない部分というか、知らない部分とかね、もあると思うので、はい、なんかそういうのをお話ししていこうかなと思っております。はい。まあ、だから、自己紹介から始まり、なんか、そう。ね、ポポ犬リスナーさんの方も、もちろん、ね、日に来てくれるとは思うんですけど、ポポ犬のポッドキャスト番組の中で、ポポさんのことというか、ポポさん自身に関することっていうのは、あまり話されていないらしいんですよ。うん。ポポさん自身のことね。もちろん、そのポポ犬の中で、なんか、なんだっけな。そう、水瀬さんが好きなんですよ。声優の水瀬いのりさんがポポさんは好きらしいんですけど、はい。まあそういったね、話題とか、好きなアニメの話とかはしてるんだけど、ポポさん自身のその、もうちょっとプライベートな部分、うん。っていうのは、話されていないらしいので、まあそういったところもね、ちょっとこう、深掘りして、うん。なんか、お伝えできたらいいんじゃないかなと、二人でね、話したりもしてたんですけど、はい。私に関しては、もう結構出してますので、まあ、今更出してもなっていう感じでもあるんだけど、うん。ね。まあ、ポポさんは本当にだから、何者っていう、うん、ポポさんって何者なのっていうことを、まあ、ちょっとね、私の方でいろいろ深掘りしていけたらなと思っているので、まあ、アニメの話題とかもあるとは思いますけど、まあ、そういったポポさんのプライベートな部分をね、はい、皆さんに、ね、伝えていけたらいいかなと思っております。はい、まあ、そんな感じで、はい、ポポさんとスペースやります。はい。OK。って感じかな？うん。はい。で、まだですね、そのツイッターのスペース、を立ててないっていうのかな。うん。ツイッターのスペースには、スケジュール機能っていうのがあって、うん。前もってね、ツイッターのスペースを、なんていうの？この日にやりますっていうのを、まあ、立てるというか、まあ、URL を作成しておくことができるんですよ。うん。まあ、やろうと思えばね、8月11日の10時に、もういきなりスペース開始っていうこともできるんだけど、まあ、それだと、なんていうのかな。もちろんね、このクドラジのこの宣伝の配信を聞いてくれた人が、その日にね、山の日の10時に待機して聞いてくれるっていう可能性もあると思うんだけど、このね、クドラジの配信を聞いてない人には、一体いつからやるのかっていうか、もうやること自体を知らないっていう可能性もありますので、なので、ツイッターのスケジュール機能を使うことで、前もってね、この日に、スペースやりますっていうのを、まあ、宣伝できるんですよね。うん。しかも今日から、まあ、来週の11日までちょうど1週間ありますので、まあ、その間、こう、ツイッター上のタイムラインとかに、こう、乗ることになりますので、うん。まあ、フォロワーさんだったりとかが、この日に
スペースやるんだっていうのが分かりますので、うん。で、しかもなんだかな、リマインダー機能もね、確かね、ついてますので、うん。あ、この人、この時間、この日のこの時間にスペースやるんだ。あ、じゃあこれちょっと聞きたいから、リマインダー設置しておこう、設定しておこうみたいなこともできるらしいので、うん。なので、せっかくなんで、今やっちゃおうか。今じゃあ、ね、ちょっとやってしまいましょうか。私も実は、ツイッターのスペースのスケジュールって一回もやったことないんだよね。だからちょっとうまくできるかわかんないんだけど、ちょっと待ってね。あれ？なんか。ほい。で、スペースってトピックというかテーマじゃないな。3件のトピックを選択できるんですよね。まあ、いわゆるなんか、ハッシュタグじゃないのか、ジャンル？うん、どういうトークジャンルなのかなっていう。ビジネス、金融とか、音楽、スポーツ、テクノロジー、ゲーム、国際ニュース、エンターテインメント、アート、カルチャー、キャリア、ライフスタイルみたいな、があるんですけど、はい。そうだね。その前にちょっとスケジュールで、日にちを決めておきましょうか。スペースをスケジュール、8月11日の、あ、今ね、もう、スマホで、ツイッターのスペースのスケジュール今やってます。はい。8月11日、山の日の10時ですね。午前10時でスケジュールする。あ、ちょっと待って。いや、タイトル何も決めてないのよ。待って、スケジュールは最後にやらなきゃダメなのか。あれ？ちょっと待って。あれ？どこ行った？ん？ちょっと待って待って。私もね、ツイッターのスケジュール、あ、スペースのスケジュールって初めてなんで、え、これどうなってんだ？ん？どこに行ったんだよ、さっき作ったやつ。なんかね、途中で、スケジュールしたやつを変更できないらしいんだよね、確か。うん。まあ、タイトルとかね、配信内で変更することはできるっぽいんだけど。どこ行った？タイムライン流れたりはしてないね。ちょ、もう一回やります。もう一回。先にトピック決めちゃうか。トピック。そうだな。エンターテインメントかな。うん。あと、ライフスタイルかな。はい。ポポさんのライフスタイルを赤裸々にしていきます。もちろんね、まあ、個人情報に関する部分は、はい。お伝えできませんけどね。うん。そうだな。ライフスタイル。あと一個なんかあるかな？アート、カルチャー。ゲーム。ゲームね。そうだ、ポポさんってゲームやるんですかね？あんまり、ポポ犬の中でゲームの話題って、まあ、そんなにかな。ヘブンバーンズレッドをね、相方の、生春巻さん。生春さんがね、私と同じでね、ヘブンバーンズレッドやってたりするらしいんですけど、ポポさん自身はゲームあんまりやんないのかな？どうしようかな。金融、音楽、スポーツ、テクノロジー、ゲーム、国際ニュース。アート、カルチャーとかにしとくか。ね。うん。とりあえず。で、スペースは録音します。はい。で、そうだ。タイトルね、スペースの名前をつけなきゃいけないんだけど、一応ですね、まあ、ツイッターの DM の方で、ポポさんにね、タイトルどんなのがいいですかって、聞いたんですけど、まあ、もちろんね、急に聞いたんで、特に、パッて思いつくのないですね、みたいな、ふうに言ってたんで、そう、私もあんまりこう、どのタイトルがいいんだろうって、あんまりこう、パッと思いつかなくて、うん。まあ、文字数制限もあるんで、あんまり長いタイトルはつけられないんですけど、そうだな、まあ、タイトル後で変えられるけどね、そうだね。まあ、コラボとかにしてか。コラボ。
どうしようかな、待てよ。今ね、タイトル決めで、ちょっと悩んでおります。犬。これだってるな、ポポ犬ってこれだってるっけ、ひらがなでポポ犬、ちっちゃいつ、びっくりマークね。はいはい。ポポ犬の、ポポさんと、なんだ、待って、どうしようかな。私の名前も入れた方がいいのかな。ちょっと待って、迷うな。ポポ犬かける、かけるクドラジとかにした方がいいかな。ちょっと待って。待ってよ、どうしようかな。ほい、ちょっと、いや、矢印がうまいとこいかない。ほい。待ってよ。ほい。ほい。最近 iPhone 使ってないから。iPhone の使い勝手が選択でこうだなってカットしてごめんなさいね、この時間何なんだろうって感じだけど、ちょっと今スペースのタイトルを今書いてます。ポポ犬、かけるかけるにしようか、かける、ドラジってよ、はいはいはい、ほいっと、どうしようかな、ポポ犬かけるクドラジ、どうしようかな、タイトル、タイトル、スペースの名前でしょ、まだまだもうちょっとつけられるな、初コラボでオタクトークしますでいいかな、まあ結局多分オタクトークにはなると思うんだけどね。アニメの話、あとなんだ、あとなんだろう、あとは、だから、ポッドキャストを二人ともね、運営というか、配信してるから、そう、ポッドキャストを配信する、まあ、裏側というかね、まあ、その辺についても、ちょっと、ね、配信してる人間として、お互いね、なんか、共感できる部分もあると思うんだよね。ポポ犬かけるクドラジ、初コラボでオタクトークします。はい。どうしようかな、初コラボ、どうしようかな、まあ後でね、配信中にいろいろタイトルは変更できると思うんで、まあ、このくらいにしとこうかな。あんまり長くなってもあれだしね。初コラボでオタクトークします、いいかな。あ、待って、一応書いとくか。ポポ、クリームさんね。はい。クリームさんと、グドの初コラボ、オタクトークするよ。って感じでいいか。ポポ犬かけるクドラジ、ポポクリームさんとクドの初コラボ、オタクトークするよ。これでいいか。いいかな。これ顔文字とか入れられるのか。ああ、なるほどね。アスキーアート的な顔文字は入れられるか。待って。顔。どうしようかな、顔文字。私あんまり顔文字とか使わないからな。顔文字なんかいいのあるかな。
絵文字。サングラスしたやつにするか。ちょっと意味がわかんないけど、まあ、とりあえずいっか、これで。はい。ポポ犬、クドラジ、ポポクリームさんとクドの初コラボ、オタクトークするよーってしました、タイトル。OK、これでいいはず。ちょっと待ってね。ほい。で、あとは、トピックも決めた、スペース録音する、あとスケジュールだね。なんだこれ、スペースを編集。あ、はいはいはい、あ、そっか。あのね、スペースのスケジュールって、一つしかね、設定できないんですよ。うん。なので、いいのかこれね。スペース、クリームさんと工藤の初コラボ、オタクトークするよ。2022年8月11日って言ったよね。合ってるよね。8月11日の山の日の10時から。で、スペースを録音する。変更保存。招待したユーザーとリマインダー設置。通知は表示されません。保存。で、保存したよね。で、保存したよ。で、そっか、あとはこれを共有すればいいのか。はいはいはい。OK。共有はまあ DM だったり、ツイートで共有したりと。はあ、なるほどね。じゃあ、このクドラジの今回の配信、うん。もうね、ツイッターのスペースの、まあ、リンク、うん。作ったんで、うん。それのリンクを、この配信の概要欄にも貼り付けておきます。なので、これ聞いた方は、この配信の概要欄のところから、リンクを踏んで、Twitter の、まあ、リマインダーか、通知をオンにしておくと、8月11日10時にね、開始された時に、はい、始まった通知が行くかと思いますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。はい。これを多分あれだね、ポポさんにも送らなきゃいけない感じだね。はい。OK。とりあえず、これはちょっと後でやっておきます。はい。なるほどね。Twitter のスペースのスケジュールってこういう感じでやるんだね。うん。私も今ちょっと初めてやったんで、なんか、よく使い勝手がわからなかったんですけど、はい。よっけーじゃねえよ。OK。よしと OK がなんか重なってよっけーってなっちゃったね。はい。というわけで、まぁ、ちょっとダラダラと長くなってしまいましたが、はい。まとめますと、はい。最後にね、もう一回お知らせしておくと、8月の11日の山の日、時間は午前10時に Twitter のスペースにて、ポッドキャスト番組ポポ犬のパーソナリティ、ポポクリームさんと、工藤の、私工藤の二人でおしゃべりします。はい。ぜひね、まあ、時間がある方は、まあ、リアルタイムで聞いてくれたらいいかなと思います。まあ、リアルタイムでね、もし聞けないっていう場合は、まあ、ツイッター上に、30日間はアーカイブ残りますし、まあ、後々、まあ、ポポさんなり、まあ、私の方で、なんか、ね、BGM 入れたりとか、まあ、軽く編集を加えたものがそれぞれの、ポッドキャストの方で配信されると思いますので、はい、まあ、別にリアルタイムで聞けなかったからといって別に永遠に聞けないってわけではないので、はい、そこはご安心ください。はい、本当に時間がある人だけ来てくれたらいいかなと思います。はい、まあ、後ほど、まあ、この配信の概要欄とかね、そうだし、私のツイッターの方とかでね、そのスペースの、リンクというか、はい、を共有しておきますので、そちらから、まあ、リマインダーの通知を、
リマインダーの通知、まあ、リマインダーをね、オンにしておけば、はい、当日始まった時にね、はい、通知が行くかと思いますので、ぜひそちらもやってみてください。はい。で、OK かな？はい。ね。はい。まあ、あとはあれですね。それぞれのね、番組。まあ、私だったらクドラジ、このクドラジもそうだし、まあ、ポポさんで言えば、ポポ犬の方のポッドキャスト番組を、こう、前もって聞いておくと、なんだろう。なんか、スペース聞いたときに、あ、こいつらこんな感じの人間なんだなって、うん、わかるんじゃないかなと思います。はい。あ、そうだ。ちなみにね、ポポさんと私ね、この前の打ち合わせで知ったんですけど、同い年です。はい。同じ年の生まれ。うん。同級生。うん。です。はい。これもびっくりしたんだけどね。うん。まあ、私もポポさんのね、配信聞いてて、もしかして同い年ぐらいなのかなって、同世代ぐらいかなって思ってたんですけど、うん。まさかの、本当に同い年生まれ。93年生まれ。みたいで、はい。まあ、そういうのも、ね、ポポさんを実は明らかにしてなかったりするみたいなんで、うん、まあ、そういったね、ポポさんのなんか知られざる生態をね、私の方でいろいろこう明らかにしていけたらと思っております。はい、まあ、ポポさん自身が教えてくれるかどうかは分かんないけどね、うん、まあ、今回このね、宣伝していいよって言われたから、まあ、同い年だよとかね、まあ、水瀬のりちゃんさんが好きだよっていう話をしましたけど、まあまあポポさんがね、どこまでお話ししてくれるかは、まあ、ポポさん次第だと思いますのでこの配信も多分ポポさん聞いてくれてると思うんですけど、あんまりプレッシャーかけてもねあれだと思うんですけど、はい、というわけで、まあ、お楽しみにという感じですね。はい、というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。それでは、また次回の配信、そして8月11日の10時のポポさんとのスペースでお会いしましょう。バイバイ。